はいどうも、今日はですねマイクバイソンでプレイいたします。はい、ボクサーですね、ボクシングスタイルで戦っていきます。いやー来たなー、とうとう苦手なんですよねー、昔からちょっとねー厳しい戦いになると思います。ほらちょっと、うわよし、これうわ、しまった。ほら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 、ヘッドバット、ヘッドバット、クリンチクリンチ。おおおおおお、最初の方はこれ食らってくれるんだけどな、後からになるともう掴もうと思ってもすぐ離されますもんね。一発ぐらい当ててくれればいいのに。よし、まあモデルは多分マイク・タイソンでしょうねまあ知ってる人もいるとは思うんですけど、マイク・タイソンで難しいんだよなこれ。わっ、そうそう、ほら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 、うーしまった、うわーん、負けた、一人目からやばい、くそー強いな、というか使い切れない飛び込んでいくか、うわー飛び込んでいてもダメ、むずいな、どうしたらいい、おりゃ、うわあ、うわ嘘、マジか、来い、ジャンプして来い、うわわわわわわ、ビー、うわあ負けた、最初からやり直そう。はい、ではストリートファイター2ダッシュターボですね。今回はマイク・バイソンでプレイします。さあマイク・バイソンなんですけども、まあ言わずと知れたマイク・タイソンがモデルとなったキャラクターですね。で本国アメリカの方ではこれなんか肖像権の問題かなんかでマイク・タイソン側に許可なく名前を使えないみたいで、たとえバイソンになってでもダメみたいなんですよ。それで海外ではもうこれバルログって名前なんですけどねおーし、いいぞ、よっ、オーケー、こんなにスムーズに決まるとは。まあ一人目だからこんだけ簡単なんでしょうね。でこの人ね、身長が190cm ぐらい、195か6ぐらいまであります。すごいでしょ、スーパーヘビー級です。わお、うわ、よし、危な、うわー、くそ、足払い厄介だな、うわ何もできないどうやって近づけてんだよこれで。これはちょっと難しいでしょう、あまりにも。待つしかないのか、そう、よし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 、投げられるね、よしよし、お、あぶー、
ジャンプ、ああクソジャンプできない。ジャンプ、よし、危なトウだ。ジリジリ、3、2、1、みっともない戦い方だった。あ、よかった一人目からもう確実に大ピンチですね。どうやって勝とう。うわー、この先ちょっとどうやって勝っていこう。もう何でもいいんだ、もう勝てば何でもいいんです。もうはっきり言ってね、もう楽しむことよりも早く消化してしまいたいという気持ちの方が強いですね。よーし、うわっ、そう、おしゃ、おしゃ、拾える、くそ、うわー、ちくしょう、なんだこいつ、仕掛けてこねえな。よし、 OK、 波動拳受けれるんだったっけ。あー、うわ、くそ、ダメか、ガーン、おりゃ、うわー2発、ブフブフー、はえー、あ、そう、よし、そう、おし、おし、おし、よし、おらー、うー、なんちゅう戦い方だ、パッとしねえなー。くそ、くそ、くそ、わー、まずい、もう二人目から大ピンチ。うわ、うわー、長い戦いになるぞこれは全然わからんな戦い方が。なんかこう入るのかな、なんか入ってたよな、ジャックパンチぐらいから重ねてできんのかな。うまいやつ相当うまいんですけどね、ジャックパンチそのままできるかな。そう、よし、うわ、 OK、 おーしょ、あら、よし、うわ、ジャーン、あぶだ、ほらほら、おお、ヘッドバット、素直に投げてくれてもいいんだけどな、こんなヘッドバットしないで。よしよしよし、チョップ、開いた、オッケー、わお、よしで、ジャンプ、うう、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 うわ、わー、やべ、うわー、めっちゃ読まれてるんだけど攻撃を、そう、ガツだったな。よし、オーケー、よし、おりゃーっ、おりゃーっ、おりゃーっ、わー、くそ、なんでジャンプする、
りゃ。こういう勝ち方しかできなかった。くそー、なんかジャンプしてしまったな今。斜め前に入ってたんでしょうね多分。持ち方がな多分逆に来るとなんかこう変なんだろうねきっと。今あのワイン持ちしてるんでね、ちょっと誤動作がわでーそう、よし、オッケージャンプ、ワオシュー。まあなんかボクシングの話でもしましょうかね。別にそんなにそこまでめちゃくちゃ好きってわけじゃないですけどね、ボクシング。総合格闘技が好きなんで、そうでもないんですけど、まあなんですかね、マイク・タイゾーのことを話したって、ね、まあ面白くない人がほとんどかなと思うんで、どうしましょうか。日本のあのボクシング団体、まあ大体あの世界のね、まあ主流のボクシング団体って4団体あるんですけど、長らくね日本はあの2団体しかなかったんですよ。規制が厳しくて、というかあのなんていうかね、まあその団体の乱立が望ましくないっていうのが理由で、まあもう一つはあのなんていうかね、団体の信用性がねちょっと欠けるみたいなところがあって、それ長らく2団体しか認めてなかったんですね。 WBA、WEBC っていうあの2団体ぐらいしか認めてなかったんですけど、で近年ですね、やっとその IBF、WBO っていうところをね認めるようになりまして、でまあ統一戦、まあもともとまあ統一戦とかはちょっと前にねできてたんですけど、もう今ちょっと正式に WBF とその WBO もしっかり加盟してですね、まあこの要はなんていうか世界大会とかね、あの辺こう狙うことができるようになったんですね今ね。だから今もうそのやっとねボクシングファンの念願かなって、やっといろんなこう自由なねいろんなそのチャンピオンと試合ができるみたいなことが増えてきて、ボクシングが面白くなってきたんですけどね。まあ、WBF っつったらなんかまあ名前も結構聞いたことあるんですけど、亀田和樹ですかね。で、亀田の、まあ、次男になるのかな、が、まあ、WBF で、なんかいろいろこう、ちょっとトラブって、負けたのに、チャンピオンのまま、居座ることができるっていうようなニュースが、Yahoo ニュースとかでも流れてたんで、知ってる人も結構いると思うんですけど、まあ、結構ね、話題にこと書かない、まあちょっと長らくねあんまりボクシングの人気あんまりありませんでしたからね、辰吉以降。まあなんかパッとしないそのボクシングの大会がね、なんかだいぶ面白くなって、うわこいつ強いな、見てる方も面白いんですけどね。もう名前は井岡とかね、山中とかはもう皆さんも知ってると思いますけど、メディアにすごい出てきてる。勝てないな、リーチ短いし、難しいぞ。うわ無理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 、全然勝てない。おし、おおっ、わあやっぱりな、こうなると思ったよ。ギフ強えな。で今山中伸介っていうのは、まあ、なんですごいかっていうと、ずっと無敗なんですよ。25戦23勝2分けだったかな、で0敗なんですよね。今まで負けたことがないんで、プロになってからですね。アマの時には確か12、3敗ぐらいしてるんですけど、
もうプロになってから本当に負けが少ないんで、負けが少ないというか負けたことがないんで、くそ、おしおし、これ連続技だな、おしよしよし、なんだパンチだけで勝てるじゃん、パチンパチン、この長いリーチを生かしてね、よし、やっぱ強いんですよ。今度も9度目の防衛に挑戦ですかね。よし、くそ、おりゃー、おらラッラッ、よしよしよし、簡単に勝ったいつもこいつの戦いはなんかもうその同じジャンプして蹴るか立ってパンチするとか、なんかほんとそんな姑息な戦い方でしか勝てないなでもこの立ち強パンチ結構使えるな、他のキャラクターでもなんか使えそうな感じでしたね。今めちゃくちゃリーチ長いんだけど、バシーンみたいな、これともいきなりパンチして食らうかな、おおおおお、わあ、いや、よし、わ、くそ、わあ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 、うわあ、無理だ、やべ、で、リーチで勝負しようと思ったら向こうの方がリーチがはるかに長かった。どうしたらいいこれマジで何もないんだけど、どうしよう、マジで何も攻めようがないんだけど、おし、おし、オッケー、オッケー、オッケー、ジャックから入るな、そう、危な危な、うわ届くかなと思ったのに、よし、くそ、うわ、おーし、危なかった、うー危なかった、くそー、ふゆふゆ、よっ、おーし、うわー、オッケー、うわ、そう、わー燃えた、うわー、しまった、うわー、そう、うーわーいやー苦手だな、自分よりリーチが長い、何もできないな、まあ、ここは飛び道具まで持ってっからな、しかもテレポートまでできるという、くそー勝ち目ないじゃん、常識的に考えたらだいぶ不利だよこいつ、本当に使い勝手悪いな、もう正直大嫌いですねマジ嫌いこのキャラ、くそ、よし、うわ、とって、まあ基本しかも、ほらー、くそ、そう、
防御するしかない。ジャンプ、ジャンプ。あこんな戦い方ですよ。 You win。 ゾウさんがいっぱいいるな。おとなしいですよね、このゾウさん。おしおしおし、うわー、2連続でぶち込んでやろうと思ったのに。オッケー、うわ、ジャンプ、わわ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 、うわ、うー、くそー、早いな、なんか読めないな。よし、うわ、くそ、くそ、オッケー、いやー、うわー、くそ、ほい、うわ全然ダメだな、うわー、なんか不利だな、めっちゃ不利だな、なんかくそー、何もできないぜ、どうしたらいいんだ、ないないんじゃねえよ、さあ頑張るぞ、よし、うわー、ほんと、よし、くそ、 OK、 これずるいよな、ほら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 、よし、うわ、ずるっ、ずるい攻撃ばっかしやがって、うわー、あぼーん、はあ、ちくしょう、どうしよう、何にもできないんだけど、マジで、よし、よし、そう、だ、こい、危なかった、よし、このまま時間が過ぎるのを待つか、よーし、よし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 、あと一勝だ、危ない、今2連敗してますからね、まあカットしますけど、ドリア、 OK、ほら、うわー、そう、相打ちには攻めて持っていけたな、今だ、うわー、
どうやって勝てばいいんだこれに。くそー、強い。もうやりたくないなこいつ。大嫌いだなボクシングキャラなんて。ちくしょう、自分の性に合わないんでしょうね多分。街ですもんね基本的に。ガンガン攻め、どうやって攻めていいか分かんないんだよな。なんかコンピューターだと、そう、立ち中パンチとかやってますけどね。あ、おお、危な、そう、よしよしよし、ガンガン飛び込んでいったら方がなんか勝率がいいかもな。もう恐れをなさずに、わあ、と、しまった。よし、おおお、ほら、イエーイ、おーし、やっとだ、やっと勝ったぜ。3連敗は免れた。おやおや、どうしたんだい、そんなところで寝ていると風邪ひくぜ。強気だな。こんな戦いにくいやついないよな。なんかほんと、よっ、まあ、波動拳はなんとなく避けやすい感じはあるんですけどね。あっ、超、よしよし、シュッ、オッケーオッケー、うわっ、ほらっ、うっ、うっ、ほらっ、ジャンプ、よし、じりじり、もうほんとこういう、この戦い方しかない。うわー、おらー、うらー、うらふぅ、つらいなー、なんもできないんだよな波動拳されると。いた、くそ、うわー、ダメージの蓄積がすごい。あれ返せないと痛いな。蹴りで潰されるという、なぜ、うわー、ストーン、しまった、ほらほら、ほらほらほら、ずっとこれか、ほらほらほら、いい、まあ大して面白い戦い方もできず、もうこうやって勝つしかないんだよな本当に。はい、そうそう、確かね、そもそもね、一番最初にこのね、ファイティングストリートっていう、初期の、まあ、さっき初代ですね、初代ストリートファイターでマイクっていうやつがいたんですよ。そいつがね、これです。それでバイソンっていう、なんか通り名がついたんですよね。通り名、うん、リングネームっていうんですかね。それで今バイクバイソンになったですね。でもなぜかまあバルログになるんですけど、外国じゃ
で、サガットの時と同じく、まあ、この人もね、シャドルの一員で、まあ、悪いやつなんですけど、どうなんですかね、悪役なのかな、やっぱ。悪いやつなんですかね、どうなんだろう。あんまりこう、何の悪事を働いてるか、いまいちよくわかんないけど、ベガは、しっかり、ナッシュを確か殺したっていう、ガエルの親友の敵ですもんね。うわ、これ、何もできない。マジで最大に辛いかも。返せんのかな。うわうわ、うわー無理だ、全然減らせない、マジで何もできんぞ。うわこれめちゃきついかも。ひー、いやーこれはベガよりもなんかきつい気がするな。何も勝てる気配がないんだけど、何やったって返されるんだけど、苦しいなぁ。そう、これちょっと差ありすぎじゃないか。よし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 、おう、なぜかタッチパンチだけで勝てる。こういうのがなければまともにやり合ったって絶対に勝てないぞ。わっわっわっ、ノーモーションで出してくるからな、卑怯者。よしよし、オーケー、よし、ストレートパンチ、やっぱストレートですね。うん、間合いを離すストレート、そしてまた威力もあるという、しっかりと踏み込んだこうシュパッ、ストレートがしっかり決まります。で、まあこの人はあの、まあ結構ね、まあ貧しい、あ、まあありがちですけどね、スラム街のね貧しい家庭に生まれ育って、拳一つで成り上がるぜみたいな、そしてもう這い上がってきたわけなんですけど、まあなんで悪い道に走っちゃったんでしょうね。こんだけ強ければ、まあ強いのかどうか、強いんでしょう。ストリートファイターに参加するぐらいですから。よし、相打ちでもいい。オッケー。危な危な。オッケー。おしょ。おしょ。おしょ。お。お。わあ。うわあ。なんもできなかった。どうやって返すんだろう、あれされたら。くるくるって回って逆側に来るな。ほら、うわあ、そう、いた、うわあ、ダメか、同じようにはいかなかったか。さあ、もう負けるのがデフォになってきましたね。しょうがない。これ見て、格闘ゲームやりたいぜって思う人いるかな。マジいるかな。もっとこの連続技とかいろいろあるんですよ。奥の深いゲームなんですけど、ね、さっぱりわからないんで、自分がやらないだけで、もうちょっと奥が深いはずです。よし、これで返せる。だ、ここの方が長いな、リーチが。オッケー、うわー、
強い、勝てない、難しい、強いぜ、ほい、よし、なんかいい技ないかな。おや、絶対打ちになっちゃうんだよな。オッケー、あー、なるほど、返せるのか。おーおーおー、なるほどね。よし、いいぞ。うわ、うっそ。わわわわわ、おしおしおしおっしゃ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 、なんだ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 、突然のアホ攻撃、ものすごい、どうしても俺の胸に飛び込んでいきたいみたい。 OK、 なるほど、そう、よしよし、また来た、また来た、また来た、だっこちゃん、だっこちゃんが来た、だっこちゃんが来たぞ、だっこちゃんが来たぞ、よし、バカめ、じっと待ってたらあいつどうしても俺に近づきたいらしい。どうしても噛みたかったんだろうな、野生の何かがそうさせるんでしょう。よし、さあ、あの、まあ当時ですね、マイク・タイソンっていうのは大人気だったわけなんですけど、めっちゃ強かったんですよ、やっぱりあの風貌ですけどね。まあ相当悪そうで本当に悪かったっていう。見たまんま、見たまんまなんですけどね。わあ、うわぁ、くそー、しゃがみパンチ、立ち強パンチだな。必殺技をやらない。うわぁ、くそ。うわぁ、あっさりやられた。くそ、難しいなぁ。うまいなぁ、コンピューターは。中パンチ、立ち中パンチ。パシーンって綺麗に入れてきますね。あれができないんだよな、僕は。ささってこう後ろに引かないといけないです。できる人はやってみてください。ジャンプした瞬間にすぐ後ろにやって、でパンチ、そしてタッチパンチ、そして前と同時にパンチ、弱ですかね、で出せます。くそー、俺だけはこうなっちゃうんだよな。よし、オッケー、くそ。俺はできなかった。よしよし、殴り合いだ。やっぱり俺はできなかった。シビアなんだよな、すぐ入れないといけないから。うわー、よし、よしよし、オッケー、うわーうわーわー、あと一撃だった、勝てそうだな。でもそう、よし、くそ。よし、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 拳で語れー。よっしゃ、うー、楽しい。散々文句言ってきて、だんだん楽しくなってきました。
まあ、なんだかんだでここまで来たもんな。まあでも1時間はコスでしょうね。この後全く勝てる気がしないです。パンチパンチ、ほらほら、威力あるんだけどな。パンチも長いんだけどな。この立ち強パンチ結構使えるんですけどね。なんかこう、なんかなんだろうな、出す瞬間になんかいつも反撃されてるような気がするな。そういうのがないキャラクターだとうまくベチンってこう当たってくれるんですけどね。こいつの場合どうだろうか。なんか中パンチみたいなのでプシュってこう先にやられちゃいそうだな、この爪で。まずね、こいつのね爪を剥がしたいんですよ。厄介な、うわー厄介だな。うわー、ちょっ、あ、しまった。ほら、うわー、ガードミスったな。入ってなかったか、しっかり。そう、返せない、何も返せない。どうやって、お、うわー、なんだろうな、あれの後なんかな、せっかく隙だらけなんだけど何もできてないんだね。くそー。でもなんかまあいけそうな、そんなに長く勝てないって感じでもなかったけど、なんかこう技なっていうか、まあスパーンとこう行きたいところですけどね。よし、そうそう、わわわわわわ、無理じゃね。そう、そう、そう、押し当たった。よしよし、ピシピシピシ。あのあと投げられるのを恐れちゃいけないな。もう バンバン飛んでいこう。ドリャン、わあ、おりゃん、ふわふわこうやって投げられるんですよ。よし、もうヘッドパット、ヘッドパット、おっしゃー、よっしゃー、ふぅ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 、頑張った。一つも連続技を見せてませんけど、コンピューターが見せてくれたけどね、3回ぐらい。こいつねー、どうかな。まあまあいつもと同じなんですよね。こいつを倒すときの黄金王道、王道で倒しますんで。ガッガッガッ、おしおし、ほらほら、あー、おりゃー、うわー、そう、届かないんだな。よっしゃ、危なかった。届かないんですね。立ち強パンチだったら届くか。あれ、あれにするしかないな。そうしよう。ほら、わあわあ、ほら、おーしょーしょー、パチンパチンパチン、一進一退ですけど。
わくそほらパンチが残るんだよお前は。わうわずるいな、分かってるな、下段でずっと打っていけば避けにくいだろうみたいなの分かってますね。バカ、うお当たった、バチーンバチーン、そう、おし、こうだ、危なっ、しまった、そう、ほらほら慎重に慎重に、しまった、耐えろ耐えろふう、なんかベガはあの立ち強パンチがもう思いっきり入りそうだな。ストレートがバチンバチンバチンでくるくるくるってなって、俺がこうガーって近づいていったらえいとかってなんか反撃されて投げられたりしちゃいそうですけどね。頑張ろう。やっとバイソンが終わりが見えてきたな。長いな、長かったな。いた、あいた、わ全然ダメじゃん、全然ダメだった、わやば、全然想像してたものと全然違った。パチーンって立ち強パンチが当たる想像してたの、わまずいな、これは相当厳しい戦いになりそうですよ。投げがないし、今まで投げに救われてた部分があったのに、うわなんかパンチで拾えるけどな、空中戦そこからですね。うわどうしよう、どうするんだ、ジャック連打していいことないもんな、サイコクラッシャーで絶対バフってやられるんですよね、なんかジャック連打すると。ぬー、いやマジきついわ、どうしよう本当に。いやー何も得策が浮かばない。うわで振りだー、投げられないし、これはやば、最大の難敵やっぱりボスだった。うわー全然ダメだな、攻撃の不劣勢ですね。タッチパンチなしても返されるし、なんかあーどうしよう、間合いも離せない、空中もダメ、一体どうしたらいいんだ。
lose. Thank you.
you
win. We'll be right back.
You lose!Lose. Round two. Fight.
You win!
負けたぜ。マジきつい。うわ。さて、勝てるかな。もう次ラウンドで57ぐらいなんですかね。バトル57。恐ろしい。もうね、もう何にもね、勝てる術ないんですよ、マジで。だからもうひたすらね、ジャンプしながら殴るぐらいしかできないですね。もう勝負。よし、よっしゃー、わーん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 。でもね、だいぶ勝てるようにはなってきたんだけどな、なんか。だから、運が良ければ 2勝できるかなっていう感じのとこまで来てると思うんですよ。だからでも、運です。運。マジで強い。反撃しようがないんだもん。いいよ、いいよ、よし、危ない、オッケー、よしよしよし、いいね。よいしょ、あー、よし、よし、あと一撃、あと一撃、よっしゃ、よかった、あー、よかった。問題次だ。あー、勝てるかなー。もうひたすらジャンプしてパンチするしかないんだ。俺にはもうそれしか残されていない。飛んできた。飛んできて、たまにアッパーを食らわしたいけど。よし、こう来て、よしよし、飛んでこい、よし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 、止まる、止まる。ああ、ああ、投げられた。ダメージすごいんだよな、投げられると。うわあ、そろそろ勝ちたいんです。おし、おし、よし、よし、いいね。よし、よし、いいね。あと一発、あと一発、あと一発じゃないか、あと一発。わあ、なんだこれ。よっしゃあ。やったー。ふーしゅー。おー、ひときわ大きな叫びとともにバイソンは血にまみれた拳を空にかざした。貧しい家に生まれた者が勝利するためには何よりも力が問われる。そして彼は力で世界一になったのだ。彼の勝利は全国の子供たちに夢を与え、アメリカンドリームを生き返らせたという夢を与えましたかね。60連敗しましたけど。結局2時間やってたな。これ絶対アップしよう。もうノーカットでお届けしましょうかね。途中カットするつ言ってましたけど、もうカットしません。二度とやりたくねえこいつ。ふー。というわけでバイソン編終了です。ありがとうございました。